ぜ。はい、喉がカラカラなんだぞ。カリウム、水を出してくれ。この俺に水を出せだと？お前、誰に向かって口を聞いている？俺はお前らの水道じゃない。水が欲しいものはオアシスから汲んでくるがいい。この干上がったオアシスから水を汲めだって？さすがに横暴が過ぎるだろ。道長は本当にどうしてしまったんだ？大丈夫だ。こんなこともあろうかとラクダに水を積んできてある。荷物を下ろして水を分け合え。ありがとうございます。ジャミル先輩が寮長だったらよかったのに。滅多なことを言うんじゃない。カリムに聞かれたらどうする？だってそうじゃないですか。カリム寮長がこうなる前から寮長の仕事らしいことはほとんどジャミル先輩が。いいんだ。それがアジーム家に使える俺の一族の、いや俺の仕事だからな。水を飲んで少し休め。日が高くなって気温が上がってきた。きっと帰り道の方がきつくなるぞ。ジャミル先輩。寮生集合。休憩時間は終わりだ。さあさっさと隊列を組め。ジャミル先輩、俺やっぱりもうこんな寮にはいたくない。僕ももう寮長には従いません。ジャミル先輩はなぜあんなカリム寮長に従うんですか？それはあいつがカリム・アルワジームだからだ。それも理由の一つではある。今日の夜少し話をしよう。カリムには気づかれないように俺が手を打っておく。君たちも時間をくれないか？みんな集まってるか？はい。カリム寮長は寝たよ。安眠効果のあるハーブティーを煎じたからいつもより深く眠っているはずだ。で、何なんだぞ俺様たちに話って。もう俺様ヘトヘト。一刻も早く寝かせてほしいんだぞ。みんな同じくらいきついんだ。静かにしてろ。お前たちがカリムのやり方に不満があるのは分かってる。冬休みに寮生たちを寮に縛り付け、朝から晩まで過酷な特訓。不満を持たない奴はいないだろう。俺もカリムのやり方が正しいとは思ってない。じゃあなぜ止めないんです？止めたさ、何度も。聞く耳を持ってもらえなかったけどな。お前らそんなにブーブー言うならジャミルじゃなくてカリムに直接文句言ってやればいいんだぞ。それはその、なんだお前ら、ジャミルには言えてもカリムには言えねえのか？意気地がねえ奴らなんだぞ。違う、俺たちだって言おうとしたさ、何度も。でも様子がおかしくない時の寮長は本当におおらかで優しい、いい人で。こんなことになる前は俺たち全員寮長のことを尊敬してたんだ。どの寮よりも素晴らしい寮長だと思ってた。入学したばかりの頃、寮に馴染めなくて悩んでた俺の話を親身になって聞いてくれた。授業のレベルについていけなくて学校を辞めようと思ってた時、朝までとっくに付き合ってくれた。ちょっと大雑把で頼りないところもあるけど、俺たちはみんな寮長が大好きだったんだ。スカラビア寮生でいられることも楽しかった。それなのに。そう、カリムは本当にいい寮長だ。誰とでも分け隔てなく接し、選ぶることもない。ああ、なんでこんなことになってしまったんだ。カリムのやつ医者にでも診てもらった方がいいんじゃねえか。言ってることがコロコロ変わるし、性格がまるで別人みてえになっちまうなんてちょっと変だろ。なんか悪いもんでも食っちまったんじゃねえのか。確かに
その可能性も否めないな。しかし医者か。ネッサの国に戻ればアジーム家お抱えの医者がいるが、今の様子じゃ実家に連れ戻すのも一苦労だろうな。そんな、このままじゃ俺たちが先に参っちまいますよ。今のスカラビアが抱えている問題は、つい先日までハーツラビルが抱えていたものと似ている。ハーツラビルも寮長の圧政に寮生たちが苦しめられていたとか。あっちは寮長であるリドルのユニーク魔法が怖くて誰も逆らえなかったんだろうが、そこでハーツラビルの問題解決に活躍した君たちにアドバイスをもらいたい。俺たちはどうしたらいいと思う？ジャミルがカリムに決闘を挑んで寮長になっちまうのはどうだ？リドルの時は学園長の提案でエースとデュースがリドルと決闘したんだぞ。ま、あいつらポンコツで全然歯が立たなかったんだけどな。カリムはリドルと違ってユニーク魔法も大したことねえし、楽勝な気がするんだぞ。それだけは絶対にできない。